三平は、江戸時代後期の日後半の石膏である。生は、趣子山だと思われるが、以前は岩永三五郎の弟だと考えられていて、現在もその説が残っているため、岩永三平と呼ばれることもある。このように、血縁関係が不明確なので、一般に名字をつけずに呼ばれる。種山石膏の一人、藤原林七の次男として生まれる。生まれは、 日ご藩種山村と思われる。石膏の技術を学び、岩永三五郎に従って、日ご藩各地の石橋の建造と土木工事を行う。天保十一年、三五郎と共に、薩摩藩に赴き、光月川五国橋などを手掛けた。三五郎が設計と役人との交渉に追われたため、事実上の現場監督は三平だったという。しかし、 過労内の内紛が激しくなり、これに巻き込まれたサンゴローらが暗殺される可能性が出てくると、サンゴロは仲間を少しずつ肥後に返した。光月川五国橋の一つ、西田橋の降欄の飾りに、三平の技術がどうしても必要だったため、サンゴロは最後まで三平を残したが、降下三年これが完成すると闇夜に紛れて逃げるように指示した。現在の薩摩町から、 出水死付近を逃げている時追手に見つかり、切り合いの末山中に逃げ込んだが腕に深い傷を負った。その後も逃げ続け日五漁をつなぎ村までたどり着く。村人の親切な解放により、一命を取り留めた三平は、はじめは身分を隠したが、ここが日五漁内とわかると事情を話し、種山石膏のことを知っていた大官の行為によりここに身をかくまった。 片腕を失ったものの回復した三平はその礼にと、村人の協力のもと小さな太鼓橋を2強掛け、さらに村を分断していたなぎ川に大きな太鼓橋を建造した。このなぎ中岩岩メガネ橋完成は、三平個人が架けた最大の橋である。この他にも、三平のかけた橋が、道町内には、現在も残っている。なぎまでたどり着いた三平だが、 その後の足取りはつかめず、没年とその場所も不明である。つなぎじゅういわいわ橋熊本県つなぎ町、つなぎ川に架か,かる扁平型のアーチ橋。薩摩街道沿いにあり、周囲には、町営温泉、四季彩り、つなぎ美術館、つなぎ物産ギャラリー、さらに名前の由来となった、重いわいわがあるなど整備が進んでいる。 全長18メートル幅4.5メートル景観17.0メートル。県指定重要文化財、熊本アートポリス選定既存建造物。ありがとうございます。